今夜中の2時ずっと降ってない。天怖いね。止まないね、全然ずっと降ってる。おはようございます。今めっちゃ濡れてる。今朝5時。寒くなってきた。夜中の1時ぐらいから雨降り始めて、結構強い雨、ね、で今が雨のピークかも。ちょっと外見れてないけど、湖も結構荒れてるっぽいことしてる。寝れた？なぜか寝れてる。俺もなんか寝れたかも。なんでか。とりあえず7時ぐらいまで雨続くっぽいから寝るか。寝ます。やっと止んだ。止んでない？まだ降ってるよ。けどまあでも落ち着いたね。出るか外。周りも起き始めてる。0時から8時ぐらいまでずっと降ってて、外に出れないっていう理由でだいぶ寝ました。多分10時間ぐらい寝れる。何回か起きたんだけど、トイレも行けないぐらい大雨だったから。3度寝ぐらいしたね。した。富士山見えてんのかな？見えてるわけないか。さっきさ、俺トイレ行ったんだよね。富士山？山頂の方、白っぽかったんだよね。え？ダイヤモンド富士？それ違うでしょ。え？ダイヤモンド富士ってそういう意味なの？雪が積もってるって意味？あ、違う。でも、太陽が富士山の頂上の位置から登って、富士山のてっぺんが白く見えてたのかなって今思った。あ、違う。雪？なんだっけ、関節初関節。見たいけどまた雨降ってるじゃん。この初関節の時期にさ、ちょうど来れたっていうのすごい、ね。ちょっと行くか、見てみるか。できた、また。はい、すごいことになってる。傘が倒れて、なんか傘が泥だらけで。落ちてたの？落ちてる。うわ、やば。これやばいって。ベッドから電気毛布が落ちてて、電気毛布ドロドロ。これはやばい。テントの下もやばい。なんか土石流みたいな風になってる。せき止められてる、ここで。いや、洗いたいな。これは悲しい。わお、すごい。結構強力。もう固まっちゃった。水で流した方が早いかも。いないかも。いない？あら、どこ行った？富士出かけてるかもしれない。朝食買いに行ってんだっけ。コンビニまで乃木を行ってるか。あ、荻野か。乃木じゃん。あー、降ってますね、雨。この湖面に映るさ、富士山がすごい綺麗だって言ってたけどさ、それは見れなかったね。見れませんね。でも穏やかだね。確かに昨日の夜中バシャバシャだったのに今落ち着いてる。あ、そういえば溺れる夢見たよね、ケイ。え、ケイト見たの？マジ？見てない。見てない。え、なんかそんなあっさり見たよねみたいな。いや、なんかもう10回ぐらい起きたからさ、大したトピックじゃなくなっちゃった。雨の音やら悪夢やら、見て、あのあっちの山の上の方、霧。いいね。もういないじゃん、隣の隣さんとか。変わってる、すごい。
え、あんな雨の中みんな片付けれたの？確か大雨だったよね、うんうん、すごい、皆さん撤収が早いです。おはようございます。お隣さんが川の上で寝てた川の上で寝てましたあ、これ気をつけないとダメですね、雨の日。本当大事ですね。大事ですね。全然気にしてなかったらもうその上のやつ全部か。そっからバー来て浸水しちゃったんだって。そうです、すごい持ってますよ。なぜかこっちは被害そんななかった。あ、ここはやばいね、ここはやばい。こういうの見た方がいいな、ちゃんと ね、 ね、うん、全然僕も初めてですね。全然気にしたことなかったんです傾斜があるんでやっぱりすごいですね。あ、はいはいはい。まさか公安で鹿に遭遇するなんて。いるんだね、鹿。あの草が動いてるところに鹿がいます。ではいない、感覚がもはや、うん、でも今あの2人でねテントをできる限り拭いたんだよね、うん、いい感じに乾いてきてるからいけるかも。見てけ、あのドロドロだったとこ乾いてる。大きいゴミ袋も持ってきてないからアルニカの袋に入れるしかないんだよね、うん、濡れた状態でね入れたらトランクがもうびっしょりになると思ってたんだけど、うん、乾きそう、奇跡で。ちょっと本当はゆっくり富士山見ながら吉田うどんのつもりだったんだけど、うん、また雨が来るからそうパパッとコーヒーだけ飲んで撤収して、うん、ちょっと何どっかでランチする、うん、いいね。吉田うどんは明日の朝とか。朝食べれないんじゃない。あ、今日の夜とかの夜の締めでいいか。あ、いいね、うんうん、とかに回します。だからコーヒーだけ飲む、はい、なんかね富士山のあたりのコーヒーとか買いたかったんだけど、うん、時間なくて買えなくて一旦家から持ってきた岩手の長沢コーヒー、これ飲みます。なんか今日どっかコーヒーショップとか寄れたらいいね。それかさあるよ、ね、キャンプ場とかに売ってたら一番いいんだけど。ほったらかしの飲むなんだっけコーヒー、わかんないけどなんかありそうじゃん。なんかありそうだよね、うん、見てない俺。いやー結構今年一番の雨だったんじゃないか今。うんそれをこのチューブキャンプ旅に当てるとかで視聴者さんにさ、あ、やっぱりって言われたよね。言われた来てたんですね 3,4 組ぐらいに、あ、やっぱりちょっと待って、ポツポツ来てない。嘘でしょ。うわ、ちょっと待って、先に片付けた方がいい。絶対片付けた方がいいと思う。先に片付けるかせっかく信玄餅、でもせっかく乾いてるからさ、ねね、もうちょっとこれはもうまずいよ。もうやるか、もうやっちゃおう。やります。やっちゃいます。すいません。こう行ってこうこれいつも楽しいね。楽しい。ヒレ隠し、これがヒレ隠し、そして必殺のり巻き。
上出来でしょ。大雨だよ昨晩。ほらめっちゃ乾いてんじゃん。私たちが帰るのとともに晴れ間が見えてきましたよかったね今日の人。あ、ケイト、なんだっけ最後忘れた。おくるみ、おくるみ、必殺おくるみ。わお、よし、素晴らしい。てか降らなかったね。もう一泊ぐらいしたかったね。200ずつぐらいしたいよね。人気キャンプ場。ああうめえ。ご飯かける朝のコーヒー半端ねえな。富士山？もう今いないんだわ。お出かけ。お出かけ？え？めっちゃでっかい魚跳ねた。今の魚じゃなくない？う？合ってんのかな。腕ケイトよく言うよね。なんか潜るさカモみたいなやつ見たらさ、あれはウだウでしょ。本当にウなの？見たことないけど、ウはちゃんと。でもウなんじゃないかって。ウの時だけなんか自信満々にウっていうの何なんだろうそれ。でもウエサかなってウしかいないんじゃないの？ちょっと軽く信玄餅を食べます。なんか食べないと死ぬ。何も食べてないから、ね、この後、ほったらかしに行くんだけど、行くまでに何かを食べたいよね。食べたい。おお立派じゃん。めっちゃ美味しそう。これお土産とかに、まあ、なんかこれ食べたことない？なんかいつだかお土産で誰かからいただいたような気してきた。こんなしっかり木べらまでついて。これね、2個入りでいくらだったっけな。450円ぐらい。450円か。大好き。ちょっとコーヒーにめっちゃ合うじゃん。こういう感じ。うわいいね。ケイトの母さんめっちゃ好きじゃないこれ。てかもうなんか餅系やっぱ餅系大好きだよね。ケイトの母さん怒られる。なんでなんで、なんで言い方に悪意あって餅上げとけばいいみたいな言い方に聞いてて。そこまでは言ってない。でもあの人餅上げとけばいいよね。これ買ってってあげようよ。いただきます。何分かれてんの？取れない。あはあ、やば。あ1個じゃない、半分に分かれてるかも。めっちゃおいしい。うまっ。めっちゃおいしい。めっちゃコーヒーに合う。あんがお上品。めっちゃさ、どうでもいい話していい？シャワー上がってさ、歯磨いてて、パッと炊事場見たら、柳葉敏郎2の人がいて、近寄ってって顔じっくり見たんだけど、めっちゃ似てて、本人だったかもしれないってこと。多分敏郎2の人だったんだけど、一人でなんかドキドキしてた。え、キャンプすんの敏郎みたいな。県芸能人見つけの得意だから言ってたかもよ。ん？得意じゃん。うん、得意だから何合ってたのかなって思った。あ、敏郎に、年老だったのかな。え、結構好きなんだけど、私キバちゃん。しかもなんか服装とかがめっちゃおしゃれだったの。え、本当にキャンパーみたいな、キャンプしに来たのみたいなぐらいおしゃれで、ワンちゃん連れてて。調べてみる。柳葉敏郎犬。俺も検索しようかなと思ったんだけど。柳葉敏郎キャンプとかで。めっちゃ似てて。ドキドキした。私のお父さんちょっとだけ似てないじゃない。いや似てる似てる、うん、だから好きなんだよね私。ギバちゃん昔からモノマネやってみて。できなくない？ちょっとやってみて。マジ怒られるよ。そんなクオリティ低いやつ。
披露したら本当怒られるよ、悪いけどそれでいいな。いやいや、俺別にやったことあるとか一度も言ってないから。初めてやったよ。初めてやったらこれぐらいのクオリティになるよ。いや、いや、ケンこの間なんか初めてやったらめっちゃ似てた。コロッケ、コロッケめっちゃ似てた。コロッケ転げ回るぐらい笑ったもん、あれ家で。マジでコロッケをモノマネする人とかあんまいなくない？コロッケってモノマネする人だから、モノマネしてるコロッケのモノマネ、なんか不思議な感じだよ。どうでもいい、全体的にいや、めちゃくちゃいいな、この場所。奇跡だよね、こんなとこ撮れたんで。ついに憧れの宝刀不動かわいいこの建物。ちょっと遠回りだったんだけど、どうしても来たすぎてやっぱり来てしまいました。やばかったよ、このアンケートの件数ね。うん、宝刀不動の、わあめっちゃ楽しみ。この建物の中も面白いね。うん、ディズニーランドみたいじゃん。ねえ、もうすでに来てよかった楽しい。しかも店員さんに見てくれてる人がいたの。ねえ、まさかね。あの、見て、こんなにほうとうの種類があるよ。本当だ。お土産で買って帰りたいな。椅子がかわいい。昨日の夜、ほうとううどん食べたばっかりですが、お昼もほうとううどん。ちょっと答え合わせね。そうですね、うん、自分たちで作ったやつとお店で食べてどう違うのかな、うん、比較。比較します。ケン見てこれ。え、あ、かわいい。あ、なめこ入ってる。具沢山だね。豪華。もちもち。硬い。もちもち。昨日のよりもちもちだ。めっちゃうまい。でもめっちゃこれすごいよ、ボリューム。晩ご飯食べれんのかおいしい。今日まだ信玄餅しか食べてないから、うん、ペコペコでしょ。深い、確かに。でしょ、うん、うまっ。めちゃくちゃうまい。麺食べてみて、すごいから。昨日のと全然違うかも。昨日のもっと茹でればよかったのかもしれない。うん、うん、もちもちじゃない。麺もなんかしっかり味がついてる、染みてるね。うん、美味しい。うまっ。めちゃくちゃうまかった。なんかあの味噌の汁がやみつきになる。なんなんだろう、めちゃくちゃうまい。好き。麺もめっちゃ弾力あって、うん、美味しかった。美味しかった。じゃあ向かいますか。ほったらかしさん、夢のほったらかし。豆腐の街あれかな。え、山々すごい。山々、ね、すごい。阿蘇みたいじゃん。うん、あった。和田藩スーパーセンター、生鮮市場。到着です。
ワタハスーパーマーケットだっけ、スーパー、はい、生鮮市場、生鮮市場、なんかホームセンターとスーパーが一緒になってる超便利なところらしい。そういうところないね。ないよね、うん、ほったらかしのに一番近いスーパー、うんうんうん、なんだっけ、もう一つ迷ったんだよね、市村マートみたいな、うん、とこと迷ったんだけど大丈夫、なんか瓦屋根の家が多いね。ほら茨城もそうだったよね。なんか歴史があるのかな、やっぱ北海道に比べてこっちってタイムスリップしたような感覚笑ってた。ここで何買うんだっけ。はい、ちょっとね、あの禁断症状がね出始めてるんですよね。まだ2日なんだけど、ちょっとそろそろ海鮮食べないとなんか胃がキリキリしてきたやば、安い、1000円いかないんだ。ゲート、嘘でしょ。めっちゃいいじゃんこれ。だってうちらが普段シャインマスカット買ってるやつって何なの、逆になんであの高いの、これ何、これちょうどいいサイズ、これだったら結構ね残しちゃうね。これ本物？模型かと思った。なんだろ、サメじゃない？ほら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 、すげえ、サメ、サメ、ケイト、ヒラメだぞこれ。寝るんだ、ヒラメって。寝るってどういうこと寝るってどういうことてかやっぱヒラメって変じゃない？いや変だよ、こっちに目ついてるのこれまた出た出た出た、なんで一箇所に目ついてんの。あと5分、あと5分、ほったらかし、ほったらかし、どんどん上に上がっていく感じ、なんかドキドキするね。なんかゴンドーシャロレ行った時の感覚に似てるね。こんな急な坂登るの、登れるかな。いや、さっきチラッと街の方見えたんだけど、やばい。大丈夫かな。頑張れフリフリ。首が引っ張られる。本当にこんなとこにキャンプ場。天空だ天空。あった、ほったらかし温泉。キャンプ場はまっすぐかな。お、来た、ほったらかしキャンピングフィールド。うわー、めっちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれ。わお、気付け、こっちだ。うわー、アパレルも入ってる。なにこれ、すげー、駐車場すらやる。うわー、うわー、やばいことになった。すげえ、ちょっとガスってはいるけど、うん、見えるよ、見える、多分夜景は、うん、楽しみ、めっちゃ楽しみ、楽しみだ。ちなみにほったらかしキャンプ場は予約がもともと取れてなかったんですが、うん、直前にキャンセル待ちが出まして、出て、うん、取れました、はい、奇跡が起きた。なんかさっきまたいろいろ調べてたんだけど、うん、日本一予約が取りづらいって言われてるらしい。でさっき港湾で会った視聴者の方も結構みんな、いや行ったことないんですよ、うん、言ってた、めっちゃ言ってた、行きたいのに行けないんですよって言ってて、うん、めちゃくちゃラッキーですねって言ってもらって、いやちょっとチェックインしますか。温泉温泉温泉、今日はゼクちゃんで挑みますんで、頼むよゼクちゃん。よし、じゃあ行ってきます。ほったらかし編は次の動画で。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。ワクワクしてんな二人とも